アフリキア航空は、リビアの首都トリポリを拠点とするリビアの国営航空会社である。エアバス A320 型機2001年に、リビア政府が100%株主である国有企業として創立した。アラブ航空会社機構の一員で、現在リビア国内やヨーロッパ、アフリカ各地への定期路線を運行している。ヨーロッパのエアバス車製の最新鋭機を多く運行しており、 近距離国際線用のエアバス A320 機のエコノミークラスにも個人用テレビが装着されるなど、ハード面は充実しているものの、そのサービスについての評価は低く、イギリスの航空会社調査機関スカイトラックスによるランク付けでは、最低ランクの一つ母子評価を受けている。EU が、 安全性に問題があるとして、リビア国内すべての航空会社と共に2014年12月11日からの EU 圏内への乗り入れ禁止が決定された。2010年12月現在の運航機材は、以下の通りアバス A350 から900、アフリカ北アフリカ東、アフリカ南アフリカ西アフリカ中部、アフリカアジアヨーロッパアフリキア航空。ありがとうございます。